こんな時間に来るとは、めんどくさいですね。次は昼間に来てくださいね。めんどくさいから。
時間に来るとは。めんどくさいですね。次は昼間に来てくださいね。めんどくさいから。
よし、この辺りでいいだろう。すぐに景色を楽しむ余裕はなくなるぞ。何せ、今から行う訓練はそなたにとって少々辛い状況だろうからの。ここならば、絶対に仲間の助けは入らないということだ。この戦闘を経たことで一つの結論が導かれるであろう。それはそなたを育成することに必要な見極めであり、試練に協力するうちに湧いてきた疑問の払拭でもある。なぜ神のカイドがそなたを候補の一人に選んだのか、それをわらわが確かめてやろう。訪れる試練を見事打ち破ってみせるがいい。わらわを落胆させてくれるなよ。ほ
らほら、どうしたエルド。そなたの力はこんなものか。わらわの予測を超えてみせよ。安心するのはまだ早いぞ。そなたの力量を確かめると言うたであろう。まだ始めたばかりではないか。ほーら、どんどん行くぞ。そうだな、わらわがいいと言うまでか。無駄口を叩く暇があるのなら、目の前のことに集中した方が良いと思うが。戦闘に集中しきれないエルドのためにもう一体追加してやろう。まだまだ続くぞ。気概を持って乗り越えてみせよ。今日はこのくらいにしておこう。ああ、十分に把握した。そなたの能力、性質、そしてその伸ばし方もな。ああ、よく伝わってきたぞ。そなたがどれほど弱いのか、ということがの。戦闘に関する才気はまるで感じられなかった。この程度の相手を倒すことに苦労しておるようでは、まだまだ修練が足りんな。安心しろ。確かに能力は低いが、
伸ばし方も把握できたと言うたであろう。わらわが育てることでそなたは必ずや他の者に劣らぬ傑物へと至るであろう。そう確信を持ったよ。そうだな、まずは体を休めろ。意欲が高いのはいいが、今日はもう終わりだ。そして無心で試練をこなすことだな。わらわも変わらず協力を続けることになる。そなたに今必要なのは、実際に戦いを繰り返し経験を積むことだ。試練をこなすこともしかり、着実に一つ一つ進んでいけばよい。力をつけようと焦るのではなく、常に余裕を持って優雅であれ。それがわらわがそなたに望む成長につながる。エルド、そう深く考える必要はない。すべてわらわに任せておけ。そなたに必要だと判断したことはわらわが用意する。今日のように個人的な訓練を施すこともあるだろう。ちっと風変わりな経験を積むのもいい。そなたはわらわが目をつけたのだ。必ずや高みへと登ってゆく。それは疑いようのない決定事項だ。そなたがわらわ好みの男になるよう、心身ともに育ててやろうぞ。このまま順調に育ってゆくがよい。最後はわらわがおいしくいただいてやろう。目標をかなえ、心身ともに充実したそなたは、一体どんな甘美な味になっておるのか。今からその日が楽しみで仕方ないの。お腹も空いてきましたし、今日のところはこのくらいにしましょう。なんだかいろいろこれまでのことを思い出していました。この間の触媒の件に関してもそうですが、エルドさんのおかげで随分と研究を進めることができました。改めてお礼を言わせてください。ありがとうございます、エルドさん。
そんなこと言うんですから。本当に感謝しているんですから、素直に受け取ってください。それに私が感謝しているのは、研究を手伝ってくれたことだけじゃありません。ラビリアさんやミストリアさん、グランディオさんやノエリアさん、いろいろな種族の方に出会い協力してもらうことができました。あの人たちを仲間として引き合わせてくれたのはエルドさんですよ。それにあなたは頭の固くなっていた私を変えてくれました。皆さんと一緒に試練をこなして神のカイドについて知っていくうちに、私は自分が神のカイドの後継者を目指すべきか悩むようになりました。私の目的は一人でも多くの人を癒し救うことけれど、神のカイドになれば地位に縛られて身動きが取れなくなってしまうのではないか。純粋に多くの人を救いたいと思うなら、新しい神のカイドの下で働き、先生たちのような立場を目指すべきなのではないか。地位に縛られることのない冒険者という自由に動ける立場となって、各地を渡り歩くべきなのではないか。そう考えながらも、私は自分が神のカイドにならなければ、この研究が日の目を見ることはない。そんな思いにとらわれていました。口では人を救いたい、癒したいと言いながら、気づかないうちに私は自分の研究を認めてもらうことを優先していました。そのことに気づかせてくれたのは、私を救ってくれたのはエルドさんなんです。エルドさんは私の話を聞いてくれました。いませんよ。私の話を何度も聞きたいという人は、自分でも分かっているんです。熱中して語りすぎちゃうのは悪い癖だって。それなのにエルドさんは面白いと言ってくれました。私の研究を認めてくれました。それだけでは。その上、あなたは試練が達成できずに困っていた私に対して手を差し伸べて導いてくれました。それなのにエルドさんは面白いと言ってくれました。私の研究を認めてくれました。それだけで私は救われていたんです。私だけではなく、他の方々に対しても、エルドさんはずっと何の見返りも求めずに、ただ誰かを救うために手を差し伸ばしていました。大したことです。自分がどうなるかもわからない状況で何の見返りを求めずに行動するなんて、普通はできませんよ。あなたは教えてくれました。人を救うのに、人を癒すのに、特別な技術や力なんて必要ないと。自分の話を聞いてくれる人がいる、自分のために頑張ってくれる人がいる、それだけで人は救われる。なのに昔の私は手段や方法にばかりこだわって、人を救うということの本質を理解していませんでした。私は癒すべき相手が何を求めているのかを理解せず、自分の考えた救いを押し付けていたんです。ありがとうございます。誤解させてしまったかもしれませんが、私も今までしてきたことが無駄だったとは思っていません。これからも研究は続けますし、その成果をもっと広めようと考えています。
ですがそのために神のカイドという地位を使って強制するようなやり方ではいけないのだと気づいたんです。一人ずつ説得して理解を得られないなら得られるまで頑張って、そうやって認めてもらわないと意味がない。でも今の私だと同じ間違いをしてしまうかもしれない。だから初心に戻ってやり直そうと思うんです。私もエルドさんのように見返りを求めず、ただ真摯に目の前の命に救いを求める人たちに向き合っていきたい。そのために私は後継者候補を辞退しようと考えています。私がいなくなるという話になるんですか？将来的にそうなるかもしれませんけど、ここまで関わっておいてそんな恩知らずな真似はしませんよ。正式に後継者候補の辞退が受理された後は、皆さんの協力者としてお手伝いするつもりなんです。それともお邪魔なんですか？はい、いろいろとご迷惑をおかけしましたが、これからはもっともっと皆さんのお役に立てるように頑張ります。その目は闇に覆われているのか？驚いたのはこちらの方だ。完全に姿を晒しながらも、咳払いさえ聞き流し、はっきりと声をかけるまで認識されぬなど、初めての経験だぞ。改めて話をしておきたいと思ったものでな。お前がいかなる意図を持って八つ枯れを招き入れたのか計りかねている。普段通りの生活をしていても他者の介入を受け自由を阻害されるのもいささか納得がいかぬ。協力者などと言っているが、お前は本当に協力する気があるのか？待て。それではお前はああいった状況になると分かった上で縛ることをしなかったとでも言うのか？あのガイエルとかいう男に散々絞られたというのに、お前の方が気にしていなかったというのか？
消せぬ。したいことだと。断る。不死者に音楽などまさに無用の長物であろう。そんなことはありえない。不死者となってから身も心も冷え切ったままだ。何も感じはしない。異常といえば異常なのかもしれんな。八つ枯れには他の不死者のように妄衆と呼べるようなものは何一つ残ってはいない。言ったろ、習性だと。死した後だ。そんなこと八つ枯れが知るか。気がついたらそうなっていたのだから、それ以上でも以下でもあるまい。それは生きている者の特権だ。死者である以上、何かを感じて実行したわけではない。死ぬことができぬのだ。それはもはや生じゃ足りえぬ。不死者は死者であるのと何の変わりもない。お前と話していると頭がおかしくなりそうだ。生きているだと。不死者たる八つ枯れが。理解できぬ。心得た。